バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれる。ハビです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターマーマーのヨーコです。今夜のバニラスカイはですね、鼻流せますからっていうね、先週に引き続き、夏をお届けしたいなと思います。よろしくお願いいたします。では早速今夜の1曲目、先週ね花をねお届けできずに失礼いたしました。夏、そして着物のねモデルをした時の着物音頭さんとのご縁でね発信できました、陽子のオリジナル曲花、お聴きください。
お聴きいただきました曲は陽子で花でした。この季節はこの歌っていう感じでね、でこの曲はこういう思い出があるんだよっていうねメッセージをいただくたびに本当ね嬉しいなとねいう思いでいっぱいなんですけれども、今ね私ちょっと新曲を作っておりまして、実はですね10月22日宝山ホールコンサートの時にねリリースをねしようと思っております。でいつもとはちょっと違うね形で発信をしたいと思っておりますので、ぜひそちらもねちょっとお楽しみにねお待ちいただきたいなと思います。で、あとは来週のねバニラスカイでね詳しくはねお届け、まあこういうプロジェクトなんだっていうのねお伝えできるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ絶賛またね歌詞を書いておりまして、今ちょっとね作らないといけない曲が3曲で、プラス3曲ぐらい欲しいなと思っておりましてね、まあとにかく皆さんと音時間を過ごすためにねいろんな陽子の引き出しと向き合ってるわけですよ、歩きながらと。そして私が一番歌詞や曲がね思いつくのは水仕事をしている時なんですけれどもね、うんそうね、ご飯を作りながらとか、お風呂掃除というかお風呂に入りながら、うん、でもお風呂に入る時よりまあ一番キッチンですよね。で私がこうなぜこの話を今しているかというとですね、今書いている歌詞の内容はあのお母さんの陽子でね書きたいなという曲もありまして、でその陽子ママで歌詞を考えながらお茶碗洗ったりご飯を作っている時に1歳ののんちゃんがですね足にねキャーってこうまとわりついてくれた時、うわ幸せだってなるじゃないですか。でこの幸せだったりもうこのなんていうの言葉にできない感情をどう共有する曲がいいのかなとかねまたそこで考えるわけですよ。でねもう人生がもう全て含まれたこう曲であったりとか、まあいろんな方がねいろんな方でねこう名言を残してらっしゃったり名曲をね残してらっしゃるけれども、まあ、私もねあこういうことをみんな言いたかったのかなとかさ日常生活で感じるときにあみんな言っちゃってるからとかね、で逆にこの曲あこのメロディーいいなあこの曲になんか似てるなちょっとまた作り変えなきゃなとかね。でまあとにかく私は1987年に生まれて西暦が始まってからもう私は1987年目なのでもうすごいね先人たちがいらっしゃる中にまた同世代というか同じ星に同じタイミングで生きているって考えても70以上のねもう70億人以上の話なわけですからってしますと、まあすごいことをしてるよなってねちょっと最近思うわけですよ。人と被らない、人が見てない観点を表現する、まあすごいことにチャレンジしてるなと。でさ最近ね私いろいろ営業活動もねさせていただく中でねじゃあチケット買うよとかでこのイベントのじゃスポンサーになるから子供たち頑張って応援してあげてねとかすっごくありがたくてですね、でその中でねやっぱりこう私にほとんどの方がね、まあ、営業をねするようこの応援してくださるんですけれども、まあたまにさこうさ東京ドームコンサートって言ってとかまあ100人に1人ぐらいかな、うん、なんか現実的じゃないみたいなことをおっしゃる方とかで逆に東京ドームって夢があるねっていう方ばっかりなんですよ 90% 以上がね。でよくならねこうインフルエンサーになれるだろうからねとかこうだろうからねっていう風に私に一緒に夢を見てくださる、そう私に夢を重ねるっていう言葉が正しいんですかね、私と一緒に、まあ、だけど私に夢を見てくださるっていうのがねめちゃくちゃ嬉しくて、で最初からそういう方ばっかりに出会えてたわけじゃないんですよね。で今センテラス天文館というね商業施設の公式公認のストリートライブシンガーでほぼ毎晩お世話になってたんですけれども、やっぱり急にねちょっと仕事が入ったりして、急に3日間お休みにせざるを得なかったんですね。でそしたらそのセンター長さんがね陽子ファンが悲しみますねって言ってくださる、はあ嬉しいなと。だ
かとにかく私はいろんな方がいろんな形で応援してくださってるのをもう感じるからもう感謝でしかないんですけれども、じゃあどうやって返すか。やっぱり一番売れないといけないで、売れないといけないっていうのはいい曲を作るっていう言い方をねしがちですけれども、何かこう誰かの人生の何分間に寄り添える楽曲を私が生み出してチームでねで歌って、その方の何か役に立つとかこれからの未来に過去にね、うん、寄り添えるっていうのが私の仕事だなとこう進撃にね受け止めて活動をしてるこのね、まあまあ最近の陽子なんですけれどもね。でね、今私がこういう風にっていう、まあちょっと話長くなっちゃいましたけれども、でね、とにかく私は最近ことごとく無謀なことに挑戦しているなと思うわけですね。で、皆さんもあると思うんですよ。営業成績をねアップしないといけないとか、まあ家族仲をねちょっと仲良くしていかないとまずいよなこのままじゃとかね、反抗期のお子さん抱えたりとかね、なんかこう、まあ親御さんの介護であったりとか、私もねこういろいろ実はね、まあ、全てを発信していないだけでいろんな経験をね生きながら36歳にしてきておりますが、でその中にやっぱりね一番大事なのは口を揃えて私だけではなく愛情だよねとなります。愛を持って生きているか、愛を持って接しているか、愛を持って作っているかで選ぶ言葉も変わってくるじゃないですか。私なんかもさこう紹介するにあたって私をいいと思って紹介してくださる方々がさえって言われることだって目の前で見ててね、あーすいませんねって私売れるんでねってもうまあ信じてくださいねみたいな言葉もあるし、逆にねおー見たよってこの間テレビ見たよとか、あこの曲歌ってる子だよねとか、頑張ってねってそこでまた愛をいただいたりとか、結局私は歌手という仕事を夢を見て歌手になってじゃあどうしていかないといけないかっていうのを多くの方に支えていただいてってしてきて、本当ね誰よりも愛をね受けているなって思うんですよね。でその愛を受けているお母さんの子供たちはまた多くの方に愛を受けていてね、なんていうのかな、こう愛情ってお金には絶対買えられないし時間も飛び越えちゃうし、本当計り知れないパワーを持っていて、呼吸はもちろん簡単に超えちゃいますしね。どうやったら最近ね地球を超えるかなっていうふうに思ってる。宇宙規模の愛を届けてるっていうけど、あじゃあこれが、環境破壊につながることを守ることであったりとかさ、まあ、鹿児島だってねめちゃくちゃ気候がもう今通り雨がひどいんですよ。で沖縄の方はねこう普通かもしれないんですけれども、鹿児島でいうと離島は通り雨が多かったし、今スコール級のね雨が普通だったんですけれども、私も離島に住んだことがあるのでね、でまあ鹿児島市内がもう鹿児島の島々、ね、の、 気候になっているというのは本当に温暖化が進んでいる状況だと思うし、まあ、こういうものをねこう真摯に受け止めて次の子どもたちがちょっとでもねこの大事にしたい地球で生きていけるっていう活動を私もね積極的にもっともっとこう動いていかなきゃいけないよなってね、ちょっと夏今年の夏は強く思いましたね。まあ、ちょっと、お話は途中になってしまいますけれども、ここで登山体操のね楽曲として使用していただいてますハピネスをお聴きいただきたいと思います。注意喚起のためにね鹿児島の鹿屋体育大学の第一人者でいらっしゃった山本教授をはじめ、そして KKB 鹿児島放送さんとね一緒に活動されていたあのプロジェクトね、ですねもう今ニュースでびっくりしちゃいます。そんな軽率なねもうそんな格好で富士山登るのってびっくりだよっていう感じで、まあそういう方々が増えているからこそ転落のね事故が増えたりとか、まあ、ちょっと足が動かなくなったとかいうね、まあ、とにかくねこう山や登山客を愛していらっしゃる方々に必要以上に迷惑をかけないためにもね、皆さんぜひ注意喚起のこの体操できちんとウォーミングアップや日頃のね体力アップをされながら、そしてきちんとした格好で登山は楽しんでいただきたいと思います。では陽子でハピネス。
お聴きいただきました曲はヨーコでハピネスでした。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com、 バニラスカイ宛にお願いいたします。まあ、今日はですね、愛を持て、愛ですよ皆さん。愛なんて言うとね、こう恥ずかしいとか思うかもしれませんが、最近子供番組のね楽曲を聴くことが増えました。そうするときに、あ、やっぱりこの曲には愛がいっぱいだなとか、この作品には愛がいっぱいだな、素晴らしいなとかね、そういう観点で見ていったりします。36歳のヨーコです。大人になるとね、夢や希望を忘れがちかもしれませんが、皆さんそんなことないんですよ。本当の真髄の愛であったり、夢だったり希望だったりを見ているからこそ、浅はかにその言葉をね使わないだけなんじゃないかなと思います。でね、ヨーコはね、娘たちに本当ね感謝で、ただいまって帰ってきた時にね、おかえりって笑顔で迎えてくれる、なんていうのかな、ちょっと疲れてる顔したら大丈夫って言ってくれる。一切ののんちゃんでさえ私のことよしよししてくれるんですね。別に疲れてる顔じゃなくても、その大好きだよっていうことでよしよし、ありがとうっていうことでよしよし、大事だなって思ってね。私よりじゃあ先輩方、50代の方、まあ親御さんが7、80代だと思います。最近いつ親御さんの背中をよしよししましたか？ありがとうっていう言葉をね、どういう形で伝えましたか？じゃあ逆にね、私より若い方ね、20代の方は 4,50 代の親御さんが多いんじゃないですかね。そうした時に、お母さんありがとう、お父さんありがとうっていつ言いましたか？そして触りました？お母さんお父さんのことをね、おじいちゃんおばあちゃんのことを触りました？手を触ったり、歩いてる時に背中ポンポンとか、まあちょっとね、お母さんだったらね手をつなぎやすいかもしれませんけど、まあ皆さんね、そういう風にスキンシップいつが最後でしたかね。ほんとね、今っていう時間は今しかなくて、後々後悔することが目に見えていることは今した方がいい。で、例えばさ、母の日にしなきゃいけない、父の日にしなきゃいけない、今度ね敬老感謝の日が来ますけど、おじいちゃんおばあちゃんの日にとか、そういう日っていうのは多分先輩たちがね後悔しないように設けてくれた大事な一日なのかもしれません。お誕生日はね、私は両親に感謝する日だと思っておりますし、私は娘たちの誕生日が私の誕生日以上にね大事で好きですね。で、何が言いたいかと言いますとね、毎日が特別だっていうことを今一度ね、みんなで理解し合える、そんな素敵な毎日を過ごせたらどうかなと思ってます。毎日が特別っていうことは何と言いますかね、こう例えばね、あ、今日休みだった、何もしなかった、あーっていう日、最高じゃないですか。私その日が欲しいんです。今絶対携帯触んないといけないし、絶対パソコン開かないといけないんですよ。だから、あ、今日休みだった、何もしなかったとか、逆に今日休みだった、ちょっと偏頭痛が、それヨーコあるあるですけれどもね、もうね年末年始、あ、休みだと思うとね、最近娘死のまでも偏頭痛がとか言ってますよ。やっぱ気が抜けるとね体の不調が来ますからね。そうで、それがいいと思うんですよ。あ、痛みにね耐えながら一日、私的には無駄に過ごしたと思うけど、でもそういう日がある、そして私が痛いって言ってると絶対心配してくれる家族がいるのでね、あ、家族にね心配かけちゃったけど、まあ、こういう風にねゆっくりできる一日、みんなありがとうっていうね、今日も今日で記念日だなと。とにかくとにかく私はね、ご飯を作ってみんなのねお祝いとか、大事な一日ね、ちょっとでも、あ、今日も楽しかった、今日も美味しかったなって思ってもらえるように、もう本当ね30分でも1時間でもありましたらね、晩ご飯ちゃちゃっと作ってね、じゃあ行ってきますみたいな感じではございますけれどもね、とにかく誰かのことを思って活動する、この一瞬にね、こういう風に生きられる、生きていける、時間に感謝しながらね、もっともっと過ごしたいなと思います。では今夜最後の曲、永田中学校音楽部とヨーコでキス&ハグ。
きりとっても好きがいっぱい君との毎日を綴る僕のカレンダー些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよこのまま時間が止まればいいのに8月27日10時から KKB 鹿児島放送公式アプリカプリからご視聴いただけます。ぜひね応援していただきたい。今回が第1回目鹿児島大好きなね子供たちと一緒にバンドマンたちと一緒に高校生バンドマンたちと一緒ですねにねお届けします。鹿児島ハイスクールミュージックデー2023でございます。もうすでにね2024年に向かってね発信をしておりますのでぜひともご視聴いただきたいです。ではでは引き続き夏休みみんな楽しんでね。よくも、娘たちと夏休み楽しみながら、音時間発信したいと思います。ではこの後はひふみつばでございます。ひふみさんよろしくちゃんでございます皆さんよろしくね。ではでは来週までめちゃくちゃハッピーにいてくださいね。せーのバイバイハッピー。